スチールラック買ってしまいました。4個目ですね。150センチ、やばい。昼休憩、赤いキツネと卵。いただきます。こんな感じですね。結構でかい。ハムちゃんもお世話しやすくなりました。こんな感じですね。かわいいね。こんな感じで落ち着きました。いい感じですね。ここ高いかなって思ったりもするけど、それはしょうがない。視聴者様からね、炭酸水が届きました。ありがとうございます。こんなにあります。てかもうもっと冷蔵庫にあるんだけど。楽しいライブと動画ありがとうございます。4月も仲良くしてね。炭酸水担当大臣ネムネム、ネムネムさんがいただきましたね。ありがとうございます。こちらこそ仲良くしてください。ネムネムさん、感謝いただきます。まいいね。ありがとうございます。ピザ届いた。今緊急で動画回してるんですけど、視聴者様からね、ドミノピザが届きましたね。ありがとうございます。ライブ配信でね、ドミノピザ食べたいって話してたら、視聴者様が家に送ってくれました。出前館経由で。サラダ、ポテト、で、ピザ。これ、開けましょう。これなんだろう。自分で選んだんだけど、何かわかんないや。ポテトかな。んで、これ、サラダ。あ、これ頼んでないかも。こっちだ。僕は思ってたの。これなんだ？そう、これ、ポテト、唐揚げセットの、まあ、井戸美ってやつの、チキン、照り焼き、ピザですね。ありがとうございます。めちゃめちゃうまそう。すげえ。ネムネムさんという方が送ってくれました。ありがとうございます。毎度おなじみ、ネムネムさん。じゃあ、いただきます。ピザ。うまっ。ピザ食べなかったんですよね。感謝。人間長生きするもんですね。サラダ。生野菜超久しぶりだね。4ヶ月ぶりぐらいだと思います。いただきます。うまっ。なんかマックの味する、このドレッシングが。うまっ。野菜ってうまいな。なんか芋虫みたいなやつ、微妙に段々になって。なんだ？チーズ？ん？ポテト。うまい。王様かな？一見こうやってみると、めちゃめちゃ仕事できそうな人だけど、実はそんなことないっていう。機材とか見た目だけ一丁前になりましたね。唐揚げ。あ、唐揚げうまっ。自作 PC の完成を楽しみにして、普段ね、全然いいもん食べてないんで、めっちゃお腹いっぱいになっちゃいましたね。ピザ1枚とポテトと唐揚げ、明日食べます。明日のお昼にしようかな。ネムネムさんありがとうございました。ピザ、めちゃめちゃ美味しくて嬉しかったです。ネムネムさんから卵40個届きました。ありがとうございます。卵40個ですね。ありがとうございます。行くぜ。はい。いましたー。うまそう。うん。おが、エムネムさんありがとうございました。ちょっとね、これ食べながら編集しますね。
感謝。卵40個。ジムから帰ってきました。寺田下さんからね、もらったギフティのギフト券でね、アイスとか、ハーゲンダッツのイチゴとか、丸ごといちご買ってきましたね。ありがとうございます。いただきます。うん、うまっ。うん。ジム。うまっ。最近ジム行けてないんでね。ちょっと衰えちゃいましたね。ま、牛乳プリンも買いましたね。ありがとうございます。また今度食べますね。むぐみ。ありがとうございます。ブラックマジックデザイン、ダヴィンチリゾルブ、ライセンス機、47,010円。やばすぎ。買っちゃおう。視聴者様にポテサラいただきました。寝起きです。手作りいただきます。うまそう。うん。うまい。ツナとグリーンピースとかウィンナー入って。感謝。手料理は美味しいね。うまい。ありがとうございます。カツヤが届きました。ありがとうございます。視聴者様のネムネムさんがカツヤをね、買ってくれました。ありがとうございます。出前館でね、送ってくれましたね。唐揚げ？唐揚げお願いしてないのにくれた。カツ丼の梅だけお願いして、これね。そしたら、豚汁とか、唐揚げとか。キャベツもだな。ありがとうございます。感謝。じゃじゃん。カツ丼、梅。うまそう。いただきます。感謝。やった。うまっ。感動。めちゃめちゃうまい。感謝。豚汁。いただきます。贅沢だね。美味しい。唐揚げ食べてみます。ああ、そう。うん。うまっ。生きてるって感じがしますね。あったかいご飯は。これ明日食べますね。ありがとうございます。食料。貴重な食料。ああ、幸せですね。ネムネムさんごちそうさまでした。ありがとうございます。ムギ。ジム行ってきました。めっちゃ疲れた。プロテイン。ムギムギ。ムギムギ。は。ムギムギ。この間レンタル人光してくれた視聴者様がね、金華楼っていう有名なバームクーヘンくれました。ありがとうございます。丸々一つか。すごいね。ああ、いい匂い。蜂蜜かな？こんな感じ。めちゃめちゃうまそう。いただきます。ああ、うまい。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。この間レンタル人光してくれたんで、マジ感謝だね。メンバーシップ限定のね、動画で上がってるんですけど、よかったらメンバー入ってください。うまっ。これうまいわ。一本いける。ありがとうございます。パリスノさんという方がいただきましたね。パイソンさんありがとうございます。めっちゃ美味しいです。視聴者様から炭酸水とお水ですね。ここ、お水が届きました。ありがとうございます。お楽しみください。ネムネム。水2リットル9本いただきましたね。ネムネムさんありがとうございます。と、木
気温が高い日も多くなってきましたね。炭酸水とお水を送ります。水分補給にどうぞ。炭酸水担当大臣、デムデム。デムデムさんからいただきましたね。ありがとうございます。お水と炭酸水、美味しくいただきます。今日もあったかいんでね、水分補給感謝です。松屋いただきました。ありがとうございます。視聴者様からね、松屋の出前館をいただきました。ありがとうございます。梅おろし、ポン酢、牛丼、こんな感じですね。いただきます。うまそう。まっ、松屋の味する。ちょっと大人になったかな。ポン酢が美味しく感じる。のすけくんです。松屋よこせっつってますね。ドレッシングがかかってないキャベツをあげます。かかってる部分は僕が食べます。あ、うまい。うまいうまい。うまいうまい。去年の4月も落ち込んでたんでね。まあ、きっかけは歯医者だけど、やっぱり4月落ち込みやすいのかな。この体のリズム、バイオリズム的に気温とか湿度とか関係してると思うし、花粉もね、花粉の薬飲んでるしね、結構眠いし、絶対関係してると思うけど、マジ歯医者は許さん。ねむねむさん、ありがとうございました。感謝です。麦、元気出ました。またお願いします。マジで貴族っていうか王様みたいな生活してるけど、本当に申し訳ないですね。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。メンバーシップもやってるよ。視聴者様から荷物が届きました。ありがとうございます。開けます。プリンターいただいちゃいましたね。ありがとうございます。プリンター欲しかったんですよ。最近アルバムとか自分のタイムカプセル、20年以上前の手紙が届いたりしたんですけど、それをね、スキャンしたり、まあ、自分の昔の卒アルとかスキャンして、共有できる機会があればいいなと思ってたんですけど、ヒカリさんいつもありがとう、ネムネム、ネムネムさんからいただきましたね。ありがとうございます。もうほぼすべて、視聴者プレゼントはネムネムさんからですね。ありがとうございます。もうちょっと、重くて、取り回ししにくいと思ってたけど、今のプリンターってこんなに軽いんだね。お、来た。できた。ちゃんと印刷されてますね。スキャンされましたね。高画質で綺麗に撮れた。ネムネムさん、ありがとうございました。プリンターね、セットアップしてスキャンも印刷もコピーもできるようになりましたね。めちゃめちゃ感謝です。これで過去の写真とかね、読み込んで、まあ、動画とかに載せれたり、スタンプとかね、メンバーシップ限定のスタンプとかね、そういうの作れたらいいなと思ってますね。ありがとうございます。LINE スタンプも発売しようかな。買う人いるかな。ネムネムさん、ありがとうございました。感謝です。ムキムキ。筋肉痛、発痛で、なかなか眠れず、寝たのが6時頃、起きたのが3時、ひとひかりです。若干、月というか、まあ、完全にそうなんだけど、やる気も出ず、鬱になってます。ネムネムさんという視聴者様からね、荷物が届きました。ありがとうございます。じゃん。これはお手紙かな。今回もカップ麺が入ってます。ありがとうございます。赤いキツネ。これ何？激麺ワンタン麺ってやつ。初めて見た。ネムネムさんのおかげで食費ゼロで過ごせてますね。5ヶ月間。感謝。お、とんがりコーン。美味しそう。ありがとうございます。ミスター伊藤クッキーズ。いただきました。ありがとうございます。お、カレー。仙台ラーメンかな？仙台辛味噌ラーメン。パリンコ。カップヌードル。シーフード。UFO。ペロリ。初めて見た。やっぱ新商品いっぱい発売してんだね。5ヶ月ぐらい。食品ってかスーパー行ってないと、新しいの売ってるよね、そりゃ。横浜ラーメン。緑のたぬき。チキンラーメン。
やった。ありがとうございます。鮭の、あれ、フレークみたいなやつ。マヨネーズ。ちょうど昨日マヨネーズなくなったね。お味噌汁。冷麺。ロコモコ。タコ飯。じっこ。塩昆布。ポーガー。あ、お茶漬け。カツヤのお漬物みたいなやつ。あ、うどん。たまたまうどんの素。ありがとうございます。焼肉屋さん。焼肉屋さん。じゃがりこ。じゃがりこ。スケット。片揚げポテト。カッパエビセン。マイクポップコーン。アルフォート。オーザック。じゃがりこ。じゃがりこ。チョコ。プロテインバーですね。これ美味しいんだよね。コアラのマーチ。で、お米。一目惚れ、無洗米いただきました。5キロ。ありがとうございます。大量の食品をいただきました、今月も。ありがとうございます。あかりさんへ、毎日のライブ配信と楽しい動画をありがとうございます。体調を一番にどうぞご自愛ください。これからもよろしくお願いします。大根のお漬物が入ってる袋臭いです。お漬物の匂いなので、ご安心を。カバー。風琴、ネムネムより。ネムネムさんからいただきましたね。ありがとうございます。お手紙と一緒に食品と大根の漬物が臭いらしいです。うん。あんまりわかんない。今日の昼、夕方ご飯は、フォー、手作りキット、無印のやつですね。で、大根、これもせっかくなんで食べます。なかなかいい匂いしますね。いただきます。あ。甘い。うまい。懐かしい味だ。で、てか短いな。茹で上がりました。熱い、熱い。こういう時に限って白い服。わあ、ナンプラーの匂いが。できました。フォー。フォーガーって言うらしいけど、フォーと変わんないのか。いただきます。無印の。なんかちょっと違うね。あ、下噛んだ。パクチーの味するか。食後のデザートにオーザック食べます。幸せな生活ですね。貴族みたいな。最近貴族って言いがち。ま、ネムネムさんありがとうございました。4月も食料便いただいてしまって、すくすくと大きくなってます。顔が美味しいです。小腹空いたんでおやつにクッキーズってやつを食べます。ミスター伊藤。ドーナツ型。うん。うん。ま、視聴者様からフットレストいただきました。ありがとうございます。もう開封しちゃってるんですけどね。デスクでね、こうやって使いたいんですよね。ありがとうございます。結構いいですね。感謝。機会は即実行。応援してます。ネムネムさん。ネムネムさんからいただきましたね。ありがとうございます。もう一個。こっちも開けますね。衣類収納っていうのかな。布団とか服を入れる袋ですね。ありがとうございます。こういうやつね。もう結構しっかりしてて、いいですね。夏。今月もお疲れ様でした。5月もよろしくお願いします。ネムネム。ネムネム参加いただきましたね。ありがとうございます。もう4月も後半でね、5月になっちゃいますね。こちらこそよろしくお願いします。ゴールデンウィークとかね、多分配信するんで。もう全然最近は、うつ期に突入して、動画もあんま作れてなくてね。ダメなんだけど、応援相変わらずしてくれて感謝ですね。皆さん、ネムネムさんに限らず。お医者様から荷物が届きました。ありがとうございます。なんだろう。東和食品って書いてあるけど。おでん、おでんいただきました。ありがとうございます。お食いただきましたね。癒しを毎日ありがとうございます。応援しています。ネムネム。ネムネムさんからいただきましたね。ありがとうございます。卵入りおでん。